年賀状は必要か必要じゃないか。一択。クリスマスカード書いてください。必要か必要じゃないか。クリスマスカードを書いてください。どういうことなんでしょうか。このご時世返さないといけないというプレッシャーにもなるのと、似てない人が最近多いの。年賀状の重要性っていうのはまず下がってます。やってないと失礼に当たるんじゃないかっていう思いからみんな書いてるんですよ。ってことは気合が入らないし、いい文章書けないんですよ。それなのに競合多いんですよ。お客さん先だったりとかするともう100枚とか届いてたりするんですよ。競合多い中で気合を入ってないものを出すっていうのはどうなんだろう。どうしたらインパクトを与えるか、そして年賀状を書かなくても失礼じゃないっていうのを考えた結果、その近くで何か送れるものがないか。クリスマスカードなんですよ。まず競合がいないから届いた時、クリスマスカードなんか届けてくれるんだって認知が上がるし、すごいぞこいつ考えてるぞってなるし、クリスマスに書くことって気合も入るわけなんですよ。他と紛れないんでほぼ見てもらえる。さらに言うと、念のためクリスマスカードに年賀状の代わりもしてますので、これは返信もいりませんのでお気遣いなく今後ともよろしくお願いします、大好きですと書く。これが本質です。